日本政府が拠出する10億円の使い道について合意しました。慰安婦問題をめぐる去年12月の日韓合意では、日本が10億円を拠出し、韓国は日本大使館前にある慰安婦少女像の撤去に向け努力するとしていました。日韓両政府は今日、先月韓国が設立した財団に日本が拠出する10億円について、医療・介護また葬儀関係などに使用することで基本合意しました。一方、少女像の撤去について日本側は韓国の努力を引き続き強く求めました。この後、岸田外務大臣と韓国のユ・ビョンセ外相が電話で会談し、必要な手続きを進めることにしています。